今日も一緒に頑張りましょう。まずは肩甲骨外側に動かすストレッチです。上体を反らしながら脇を締めて、体を上に持ち上げながら肩甲骨を外側に開いてます。ちょっと動きが難しいかもしれないけど、身を見よう見まねでやってみてね。息を吐きながら上半身を上に反らします。腕や肩が少しだるくなることがあるかもしれません。無理をすると背中や肩、首、こりの原因になってしまうので、休みながら自分のペースでやってみてね。ゆっくり息を吐きながら脇を締めるよ。あと少しです。次はこのような体勢でやっていきます。上体を反らしていきます。手で床を押しながら背筋、腰の筋肉を使って上半身を反らしていきます。息を吐きながら体を上に持ち上げてみて。結構腕が疲れてくるから、無理しないようにマイペースでやってみてね。全部無理してやらなくてもいいから、自分のペースで休憩しながらでいいからやってみて。いろんな種目があるので、最後までを目標に頑張っていこう。あと少しだよ。次は四つん這いです。上半身を前に倒したら体を後ろに戻します。腕の力が結構いるので休みながらやってください。肘を少し曲げたら肘を伸ばして体を後ろに戻します。あんまり肘が外に開かないように少し脇を締めながら肘を曲げてみて。結構辛い場合は肘を曲げるのは少しでいいよ。自分のペースでやってみてね。次も四つん這いでやっていきます。四つん這いの状態からお腹を引っ込めていくよ。腰を丸めながら、息を吐きながらお腹を下から持ち上げてます。骨盤の動きをしっかり意識してやってみて。息を吐きながらお腹をどんどん引っ込めていきます。お腹が出やすい人はこのお腹を引っ込める力が弱いから、この運動簡単に見えるけどすっごいいい運動になってるよ。次も四つん這いでやっていきます。今度はお腹ではなく背中をしっかり丸めてください。下を向きながら背中、お腹、力入れて体を思いっきり丸めてみて。骨盤の動きを見ながら意識してみてください。いつも腰が反れて背中が丸まっている人にぴったりな運動です。あと少しです。次はこのような動きをやっていきます。四つん這いから右手と左足を遠くに伸ばしてバランスが取れたら手足を入れ替えます。息を吐きながら、戻ったら吸って、息を吐きながら手足伸ばします。この骨盤の部分が無理に反れたり丸まったりしないように、胴体をしっかり力を入れて手足を遠くに伸ばす意識です。バランスを取ることに集中して息を止めないようにしてくださいね。あと少
越しです。次はこのような体勢でやっていきます。息を吐きながら手を伸ばして前屈していきます。少し痛みを感じたら体を戻しましょう。息を吐きながら前屈します。戻ったら息を吸いましょう。つま先はできるだけ起こした方がいいですが、あんまり起こすともも裏、ふくらはぎすごく伸びてしまうので、痛い人はつま先を少し前に倒してやっていくといいよ。息を吐きながらお腹を引っ込めながら前屈です。あまり痛いの無理すると次の日筋肉痛になるから注意だよ。次は足を組んでストレッチします。座った状態で足を組んだら体を前に持っていって足を組んでるお尻を伸ばしていくよ。途中で反対足に入れ替えるよ。息を吐きながら前屈してください。もし難しい場合は手を前に持っていきながら前屈してもいいです。今度は足を入れ替えましょう。少しです。次は体操座りからスタートします。足を伸ばして手を横に開いたらゆっくりバランスとって体操座り。余裕がある人は足を浮かせて体を後ろに倒して腹筋を使ったらまた同じ位置に戻ります。息を吐きながら体操座りになったら息を吸って吐きながら体を倒します。結構バランスが難しいですよね。後ろに倒れれば倒れるほどお腹に効いてきます。次はこの体勢でやっていきます。寝たら足を曲げて手足を対照的に伸ばしていきます。余裕がある人は頭を起こして、結構きつい人は寝たままでもいいです。息を吐きながらやっていきます。スマホ見ながらするのはちょっと難しいかもしれませんが、メニューが分かればスマホは横に置いてもいいです。辛い人は寝たままでやるとやりやすいです。少しです。次はうつ伏せから上体反らしをしていきます。まずはうつ伏せになった状態から手を脇の下について肘を伸ばして上半身を反ります。胸、お腹をストレッチしていきます。あまり長い時間反ってると背中をつることがあるので一回ずつ戻りましょう。息を吐きながら上半身を反らせます。手首が痛い場合は無理をしないでくださいね。次も同じ体勢でやっていきます。お尻を持ち上げて肘を伸ばしたまま体を下に下ろして上体反らしです。そのまままたお尻を上に持ち上げて肩のストレッチ。ちょっと難しいけど見ながらやってみて。背中、腰、お尻、足全部ストレッチされるからとってもおすすめなメニューです。皆さんここまでよくできました。あと少しで終わります。
毎朝や寝る前行っていくと体すごい変わってくるから頑張ってみてね。やってみる人はコメントで教えて。